これからも家でも参考にしていって頑張って上手くなっていきたいです。最後にやった大人対子供で、大人が強くてなんか悔しくてガツガツいけて経験になりました。普段のクラブとは違う練習をできて楽しかったです。大人対子供の時に点を決めれて嬉しかったです。コーチからボールが取れなくて悔しかったです。もっと練習して頑張ります。のハビスポの、女子サッカーは、市内の小中学生を対象にして、普段は市の職員がコーチとなって、サッカーを楽しんで、練習をしてもらってます。今日は、特別にセレッソ大阪さんのスクールコーチに来てもらって特別の練習会を開催しました。このハビスポの女子サッカーの活動を通じて校区を超えて学年を超えて、みんなでサッカーというスポーツを楽しんでもらって、サッカーの面白さ、スポーツの面白さというところに取り組んでいってもらえたらなというふうに思っています。